険だってさ、おまけに明日の約束もキャンセルになって暇になってつまんないから、そんな時はお風呂に入って蛇口ポキッとひねってシャワーの水を浴びれば体も心も綺麗になるのさ。気分は上々の湯船につかって極楽、うとうとしてたら夢の中、顔はスマイル。飾ったりしないで、君は君だから。